皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日7月の8日12時28分から9分になったところなんですけど、いやもう昨日はもう一晩全く寝れなくてですね、この間の東京都知事選のことを昨日モードステーションでもうテレビこう横を見ながらですよ、もう喋って言った方がはっきり記録残るからいいですよねってこう言いながら言って、で小木さんがイエスっていうことをちゃんと返答してくれて、でまあ自分なり の今回の東京都議選について、まあ、石丸さんと蓮舫さんが票を分け合ってしまったから、まあ、小池さんの独り勝ちみたいな形に、まあ、なってしまってるっていう、まあ、勢力図といいましょうか。まあそういうふうなテレビに向かって喋ったからなのか、それとも昨日のボクシングの試合について不平不満があるから、昔と同じパターンですよ、このパターンも思い出してますから。まあ今回横浜ベイスターズの皆さんへなんですけども、これごめんなさいね、阪神タイガースが2連勝してしまうような形になってしまいました。だから昨日も河川の撮影行っていて、阪神タイガース昨日もうだから18時になってからもう昼ご飯食べようと思ったんですよ。で阪神タイガースが1点かばうような形で、対応してもらったらまあいいんじゃないかと。もう動画の内容は内容だったでしょう、河川の撮影時点で。もう現場でも本当は僕も泣いてますから。その前の試合で低めの、ボールゾーンで牧選手ですかね、ゾーンはボールだったはずだっていう、そういう気持ちとかも僕も分かりますから、今シーズン最初もストライクゾーンの下の方があんまり取ってなかったんですよ。で去年もそうだったような気がするんですけども、途中からストライクゾーンの1個目を取り出すって審判団で話合議制で決めて、それみんなで公開し言わなかったら、一般人の人たち含めて、僕だったらそうしますよ。普通に働いてたら絶対そうなりますよ、民間人だったら。自分たちの方から、自分の方からこうしましたっていうことをしっかりと白状するって、僕は大体そうじゃないですか。最後すぎんにゃっていう話が聞こえてきてるんですけども、すごい小さな声ですよ。みんなそんなことなかなか言えないですから。いや、どこもかさしこも、じゃあ どこもさしこ、さしこって何よ、どこもかしこも、責任も最初から話もお金の流れからもう全部めちゃくちゃやなって、もう一からちゃんとしたルール、誰か作れる人、隙のないルールとか、もうね、もういや、まあ僕も言った方なんですよ、ストライクゾーンの件について。いやけどそれ国際ルールだったらあの辺りストライクでしょっていうようなことを言っていて、だって膝から肘のゾーンを通過したらっていう形になってるわけじゃないですか。だから膝の下のところの横をほとんどのボールが通過したら、最初の全部ボールって言ったら、審判がジャッジをしくじったっていう認識をこちらが持ったら試合の結果が変わるっていう、もう周囲巨人だから、もう分かるでしょ、国際戦どこは頑張らなきゃならないのか。睡眠時間とか。絶対巨人に決まってるじゃないですか。今年最下位行かなきゃならないのは巨人だから、もう巨人がそれ受け入れてくれなかったら困るんですよ。ソフトバンクも。今日はそうですよ、本当に。全員寝るとか、なんか今度前ね、ギリシャの件で佳子さまが行った件で今までの動画の積み上げてた内容はダーって出てきてますけど、それで台風1号発生してるんですけど、だからバレてるからってコンピューターとかも神がかり的な力使うもあるんだけども、あの世の人たちとかにバレてるから、人間が喋ってる音声エシロンとかも分かってるし、分かってる人は分かってるし、コンピューターもそれで分かるから、
これが何年の映像です、これが何年の映像ですって。だから毎回僕はいつもこうやって2024年のとか去年とかだったら2023年のって絶対これしないでしょ。日付しっかりと自分で表記したらいいんですよ。一番最初に。どうせこれすぐ嫌になるんですか。牧選手のその気持ちは本当分かりますもん。マクの金の井岡選手もう全体で見たらもうボクシングとしてはもう今頃皆さん見てもらった後かもしれませんけども、 YouTube で動画はもうそろそろ上がってるんじゃないですか。最初から最後までラウンド見てたらもう絶対分かりますよ、これ絶対井岡選手の勝ちなんていう。僕企画に説明してる内容を見てもらってから聞いて見てもらったら、解説席のあの大げさな相手選手びいきのあの言葉、聞こえる人にとってはそう聞こえてそう見えてしまいますから。見栄えがどうのこうの、見栄えは見栄えは見栄えが、ボディ入ってるやんこっちが、ちゃんとカウンターでボディ、相手選手の右脇腹のところも何発もって、今度左脇腹にも入れて、でもうそこまで出来上がった、もう上下の内訳相手にももう聞こえるの分かってるから、それもう井岡選手も分かってるから、上下の内訳って言っておきな、さらにそこまでボディ狙いに行く。わかるでしょ、野球選手だったら。その去年僕は阪神タイガースの選手が最初の淡井さんの言った通りに、信じたら信じたで神がかり的な力発揮されてるけども、だんだんこれやっぱり当たり前の世界も、最初からストレート来るってストライクゾーンに分かってたら、それでみんなスイングするか、絶対率上がるもん。もうそれと同じです。もう相手選手の聞こえてることを想定して試合をしなければなる。だからもうその辺のところも正直バカずだと思いますよ、本当に。あの日々あのだから、どう動いたら相手はどういう動きをしてくるかっていうことを根本的に、まあ、分かってるかどうかっていうところになってくるんですよ。もう詰め将棋と同じですよ、ボクシングも本当に分かってくると。まあ野球も同じですけども、正直先制点を挙げた試合が、まあ、その裏のねイニング、もしくは表のイニングでストライクをもう先行したらもう締めたものですよ。あと大きく曲がる変化球、まあ縦に落ちる、まあ、まあフォークボールでもいいでしょうし、縦に割れるカーブでもいいでしょうし、あの上からややこしく嫉妬かなと思ってボールゾーンかなと思ってこうストライクゾーンに入ってくる、たまにフォークボールの使い手の人たちいますけども、あれされたら結構ややこしいでしょ。僕もそうだと思います、自分がやられたら。あのインコースとアウトコース投げ分けられて、上下上インハイ最上ストレートで投げられて、ストライクゾーンに決められて、次アウトコースのアウトローのところを投げ込まれたと、上から次はどうせボール球、高めのボール球振ってくるやろなって、ストレートの軌道でストンと落とす、嘘今のストライクのつい球じゃなかった。もうそれやられた、もうそのピッチャー絶対調子もう自分にも流れ来てるの分かってるからもうそんなカウントの取り方でカウントを追い込まれた高めの釣り玉、それまでもし投げてたらもうそれはそれで振らなくなるでしょねえ。あともうね、アウトロー2球連続速球、特に150キロを半ばぐらい出す人が2球連続でストライク取った後、もう絶対外に曲がっていく。2球投げた後、インハイ。ストレート力。160キロ台。それプラスフォークボールしっかり操られる人、もうそんな上に最初カウント2ストライク取られたら、もう大抵その後みんな率めちゃくちゃ悪いから。もう僕もそうだと思いますよ。野球のセオリー絶対あるから、打ちにくい人はそんなことされたら打ちにくいから。
もう一か八かで聞こえてきた声、こっちも信じる。それで振りに行って空振ったら空振ったらなんか騙された気がするし、みたいになると思いますし、まあ、ストライクゾーンも去年も阪神タイガースやられてるんですよ。もう最初僕も、その、ジャッジ何回も食い下がってたでしょ。覚えてます去年の僕の動画。裁判所に出した内容もいくつか上げてますから、審判が間違えた、試合ひっくり返って、もうあれだけ言ってたのにって思うね。で、それと、もう今日笑いながら言ってますけども、もうそれでももうこれもうこういう言い方じゃないから、これもう絶対無理ですってっていうような言い方で、本当に。もうこれ怒ってるんじゃないですから、ね、こう強い口調で言わなかったらこれ絶対無理ですからっていうことで覚えてないでしょうって、ほら AI が映像加工してくる話も忘れてるって。覚えてる審判がいた人、まあいた人もいたんですよ。なんか覚えてない審判もいたんですよ。リクエスト解説席ややこしいこと言うからですよ。で審判の立ち位置で見えてるか見えてないかみんな分かってるから、セカンドへスライディングしてる。こんな肩回しながらの追いタッチ。こう動いてるんだから、セカンドのベースの後ろから見なかったら分かるわけないじゃないですか。しかも、ファーストへの位置で。ねえ、本当にもう。もうその時、冷静な審判、いや、もう自分の位置、あの位置は無理でしたって。正直打球がどこ飛んでくるかなんかみんな分かんないじゃないですか。だけどファーストにランナーがいたら大体ねえ、まあそれまあ内側にいるの、あれどうなんでしょうね。どう思います？セカンドベースのややファーストよりでしょう。まあ3メートルぐらい離れてるところで、まあまあ2メートル以内だったら送球それた時当たる時当たりますからね。ちゃんとスローイングもうちゃんと足腰を踏ん張ってしっかり投げた時とそうじゃないボールのスピードその取ってからすぐ投げた方が早い説と、取ってからなんですけどもちゃんと足腰踏ん張った状態、ちゃんとこう力が入る状態で投げなかったら嫌のような送球行くわけないでしょって、見ていて僕も分かんなくなるんですよ本当に。もういや感覚的なところでね、もうこのタイミングでも投げ始めなかったらもうここでもリリースしてなかったらもう絶対無理だからっていうワンバウンドのボールとかあるじゃないですか。もう強引に投げに行かなかったらこれ無理だからって、そこでこう思い切り全力で投げたらいいんですけども、他の選手の動きとか見てとにかく素早く投げてワンバウンドでいいからセカンドに送球しようみたいな時とかちょっと混ざってる時あるじゃないですか。いやなんか選手の動きがぎこちない時とかってあるじゃないですか。打球取る時 あるんですよ阪神タイガースさごめんなさいね、横浜ベイスターズの選手の前で今佐藤輝明選手に謝ろうとしたんですけど、いやいや目の下にクマみたいなマークがペイントが入っていて多分寝不足を表現していたと思うんですけど、本当に寝不足だったらやっぱりしんどい時は無理なものは無理だと思いますよ。本当に抵抗力云々とかもあると思いますから、去年サード佐藤輝明選手のエラーの数すごかったでしょ。あれジャッジマンがサードの先進が変なジャッジしたサードの佐藤輝明選手まで変になるんですよ。これだね、そここう強く押して言いたくなるんですけども、こうとかちょっと間を置いて冷静に考えた時、これけど佐藤輝明選手とかがおかしいな行動を失敗してしまった時にプロ野球選手としての高いレベルでの判断ですよ。これサードの累進とかもおかしくなったりしますって、頭の中一瞬取られてとか、なんかちょっと頭の中変になってとか、まあ明らかにね今年の原口選手の日本ハムのスタジアム、スタンドのところちゃんと分けてるでしょ。ホームランはっきり分かるよ。ちゃんとフェアゾーンの客席飛び込んでんの。
アウトとか言い始めた。審判だ。即刻解雇ですよ、はっきり言って。しかも、そんなに平気で堂々とめちゃくちゃなことする人、ちょっと日本ハムの球団とどれくらいの癒着があったんですかっていう、そういう話になります。建設業界として働いてましたって、もともと何してましたって、議員してましたとか、いろいろあります。あかん。差し押さえや、みたいな。淡井さん、生活保護者でも、散々からかってきた人間に対して、そいつ、もともとよく考えた僕の後輩1ヶ月で辞めていったやつで。松岡っていう女性。まあ、通勤距離がネックでね、ネックって本当は首ですけど、通勤距離が自主でっていう意味も変ですから、通勤距離が結局、まあ、まあまあ、やめたい部分だったと思うんですけど、淡路花君、どの辺りから通勤していたのか知らないですけども、通勤時間、片道2時間もかかってたら無理でしょ、みんな。何年続けれます？通勤時間、片道2時間の世界。それ長時間労働を混ぜ込まれて一人暮らしないと、家帰ってきてから洗濯とか毎日頑張れます。力尽きて倒れたりしません。まあそういうような部分とかもいろいろあって、まあ月曜日こういう休みの日ですから、ちょっと和やかな、もう僕も井岡選手のことで、もう判定の時にね、もう完全に勝利確信してたんですよ。どう見ても井岡選手の勝ちでしたから、いいアッパーとかも途中からもう結構入ってましたから、もうだからボディ意識しすぎたらガード下がるでしょ。下がったら下がったら今度フック狙われるでしょ。上下動くでしょ。縦から空きになるんですよ。もう詰将棋と同じなんですよ。だから最初に何が当たったらもう次相手がどうなっていくかって、もう全部分かってるから、こちらものすごい試合数取り込んできてるから、もう全員同じなんですよ。警戒してなかったら警戒してなかったでフックしような話とかで、みんな本当にフックでダウンしたりしてきたでしょ。だそれも警戒せなあかんし、警戒したちょっとじゃあガード固めて相手が息切れするのを待つかみたいな。まあ井岡選手が最初もある程度攻めてガード固めてって、まああれは僕からのプランで、まあ、慎重に物事進めましょう。この間初ダウン井上尚弥選手がしましたけども、もう最初からかなり大振りしすぎなんですよ。今までの井上尚弥選手って丁寧だったんですよ。試合が硬くてちゃんと最初の方相手との距離測ったりだとか、相手のパンチどれぐらい届いてくるとか、どれぐらいの速度で踏み込んでくるとか、ちゃんともう自分がこう軽くジャブ出しながら、こう強いストレートとかを一瞬混ぜながら、ちゃんとそのある程度威力のあるのを打った時に相手もそれ狙ってきて隙があると思ってパンチを打ち返してくるから、そこをちょっと測るんですよね。そういうふうなところで丁寧に、いろんな行動をしてみて、相手がどう対応してくるのかっていうのを分かってから対応するっていう状況なんですよね。もうこの人のこういうパターンだったらもうこうだっていうのがだんだんできてくるんですよ。もう先手後手によって両方ともそれから先選択肢あるんですよ。だから最初昨日の試合は相手が、まあ、最初は井岡選手はちょっと押した後、相手が反撃するような形、まあ相手が最初から大振りだった分もあるんですけども、まあまあ、まあ、ああいう風な野球と同じですよ。動作荒かったらもう絶対本当は無理ですから。最初の方から負けって自分で日本語で言ってますから。あれであの人日本人だったらどうします。本当にもう試合中僕全然笑ってないですよ。もう涙流しながらの涙流しそうになる涙声の河川の末と、今までのことをここ来たことを思い出して、で京都府の桂川の淀川の上流の桂川の、嵐山のところ近くの駅のところ の印刷業の工場の人たちのところで、ネルフっていうマークとエヴァンゲリオンのマーク、あれ電車で今でも見ますから、はっきりと。それ一回テレビでも全国放送してるんですよ。多分全国放送だったと思いますよ。一般人めちゃめちゃ絡まれましたから昨日も嵐山まで。まあ外国人の人はまあ心配したりとかで、こう
まあ、もしかしたらどっかのお国の大使館にとかもしれませんけども、まあ、行き先書いてますから、多分彼のことだから嵐山に来るんじゃないかなと、撮影した動画、次に公開するために、多分まあ水位あの辺のあたりまで来る、全部の全ての河川、その手前の宇治川とか木津川とかも、まあ、木津川はその先はダムがあの上流にあるんですけど、奈良県の方です。まあ、ギリギリもしかしたら京都府かもしれませんけども、ちょっとその辺、しっかり調べなかった。もしかしたら、まあまあ、もしやの和歌山説もあるかもしれませんけども、多分あったとしても奈良か京都府内か、もしかしたら大阪府かもしれません。はあ、だからね、僕もね、いやもう嫌だ、井岡選手も勝ったし、これで横浜 DeNA もさ、もう勝ってるだろうと思って見たら、6対5、あー、うっそ、もう3対0で横浜 DeNA がリードしてたから、もうこれ絶対大丈夫だと、もう、開幕電車の中、もう大阪駅ぐらいから、もうこういう風に姿勢張って、もう背もたれなんか一回も使ってないんですよ、昨日の撮影、電車移動の時も。ずっと本当に。で、エレベーターもつかない。エネルギーの残存量問題の話、コンピューターが多分、言ってきてる可能性がある。判断。もう、だって家の炊飯器の保温が、ね、炊き終わった後、それで井岡選手パンチもらい始めてたから、途中で、だいたい僕、炊き上がる10分前ぐらいになったら、もうその時点で取り消して押すんですよ。余熱で十分に米出来上がりますから。まあ、0分を下回ったらだとか、なんかそういう細かい昔の話、コンピューターに覚えられて、その間井岡選手はパンチもらってただけで、もうこちらに課せられてるルール一体いくつあるか、君たちが自分で実践してみなさいって、こんな内容でって、一試合だけじゃないですよ、僕みたいにいろいろ関わってるんですよ。まともな人間はすぐにこんな世界無理だって投げ出しますから。僕お金かけ集めて、そのお金で河川水門解析玉発電を行って、もう株主さんが投資集まるかどうかなんか、それリターンで自分のお金が返ってくるかどうか、本当にそれあるから、現実的に。そうじゃなかったら非課税にしたところで誰も投資なんかしないから、一瞬で紙切れになるから、結果先に出さなきゃならないから、何百億ってまず絶対いるんですよ、本当に。木川とか加古川とか、もしくは、まあ、上流にダムとか作らないで、水貯めるだけ貯めて、河川の両サイドだけ強化だけしといて、まあ、特に左手のところ、それだけしといて、まあ、地下水流ストレートトンネル作って発電するんだったら、まあ、100億かかんないかもしれませんけども、まあ、本当は10億あったらある程度のマンション建ちますからね。ちょっともう昨日晩ご飯食べたの、朝食食べてから15時間後くらいですよ。その後言いたいこといっぱいあって、もう結構だいぶベランメイク帳が入った動画もう作っちゃったんですけども、寝れなかった。もうやっぱり消しとこうと、これアップロードしたらまずいかなと思って、もう消して、本当もうあの昨日の頑張り何だったん、ちゃんと、もう僕の昨日のその撮影したね、2時間の動画で階級制の話、みんな減量の厳しさとか、多分僕も同じ厳しさを味わわされてると思うんですよ。減量ってこんなにきついんだっていうようなところ、そこを踏ん張ってそこをどういうふうに乗り越えるかっていう、もうそこも遊んではならないルールで乗り越えると。だからただひたすら水飲んでるのが異常な量、異常とまで言いませんけど、もう5リットルは絶対飲んでますから。ペットボトルの数見ました。一本は途中でもうこれ絶対もう腐ってる、もう昼ぐらい12時ぐらいにもう腐ってたから、もう最初からもう冷凍庫で凍らせて持って、前日から冷凍庫なんか入れといて凍らせて、キャップの蓋閉めないで、キャップの蓋閉めたらもう絶対ペットボトル破裂しますから。ごめんなさいね、横浜 DeNA の皆さん、もう残り電池が 4% なので、もうやめときますね。今日は僕の自宅のここのスイッチだいぶ前から壊れていて、これもね、生活保護費から出ないんですよ。ついたり、もう中のねスイッチが弱ってるんですけども、それ実はこれバネなんですよ。洗濯機の
ツーリーとかも昔シャープエンジニアリングでしたから分かるんですけども、あれもバネなんですよ。で、そのバネが弱ってきてるのは、まあ、まあ使い込んでそうなってるんですけども、この修理7000いくら8000近くかかるんですよ。もう当分ちょっと河川の撮影行かないと思います。まあけど嵐山の上流とか撮影したいですね、稲川とか。まあそれぐらいだったら、もうただもう市川、まあ10万円の給付金があったら市川とかの河川の撮影行くかもしれませんね。以上です。まあその内容を国会議員の人たちとかに伝えてみてください。本当にもうこれだけいろいろ値段上がってたら、食べ物こんなに腐ってたら、もう出し上げるのは無理だと思いますよ。ジンマシンだらけになりますから。もう僕ももう足、もうだいぶジンマシンの後でもう書いて、もうえらいことになってますから、水ももう半日でもう大になりますから、もうそれも忘れていた方です、本当に。以上です。まあ、まだペナントレース長いですけども、まあ、頑張りましょう。もう頑張りましょうとしか言えないですよ。本当にそれ以外に方法はないですから。以上です。